G7 ・主要7カ国首脳会議の議長国として欧米を歴訪した岸田総理大臣がきのう夜、帰国しました岸田総理は各国首脳と会談し広島での G7 サミットの議論の地ならしをしたほか防衛費増額など日本の防衛力の抜本的強化の方針を伝えましたただ防衛費増額の財源をめぐる増税の方針には野党も反発していて 23日から始まる通常国会で、与野党の論戦の大きなテーマとなりそうです。